い、皆さんこんにちは、サルです。今回皆さんにご紹介したいのはこちらです。映ってない、はい、こちらです。見えますかね。蓋付きウェットシートケース、L サイズってなってますね。はい、でこれね、まあセリアさんで見つけたので購入してきました。きっかけはね、何でしょう、コロナ禍になってから、やたらとね、除菌シート、ウェットティッシュとかアルコールシートとか、まあ、そんなものを持ち歩くようになった習慣があって、でなんか家のね、あちこち車の中とか、ワークデスクの横とか、まあ庭のね、シェルフの中とか、いろんなところにこれ置くようになったんですけど、まあ見た目がねちょっとよろしくないので、こんななったらいいなって思ってたところにセリアさんに行った時に見つけたので、なんかいいですね、こう色展開がね、こうカーキとねグリーンというね、セリアさん分かってますよね。そうなんです、この2色はね、まあアウトドアされる方なら大抵ね、好まれる色ですよね。まあ、素晴らしいマーケティングですね。ちょっとね、詳細読んでみますと、こちらにいろいろ書いてますね。はい、開口部のサイズ、このここの部分ね、開く部分のサイズが、縦が 4.1 センチ、横が 7.5 センチで、ちょっと見にくいですか、すいませんね。使用方法としては、本製品に、ベッドシートを入れる際はウェットシートなどについている取り出し口のシールは全て剥がしてくださいと。あ、そうですね。だから、例えばこういうね、除菌シートだったら、ここ普段ね、ハイで使ってまた閉じてますけど、もう全部外しちゃってくれということですね。そうですよね、あの蓋と重なって邪魔になりますもんね。はい、外しちゃっていいのかってちょっと不安もあるけど、まあ、剥がさないと使いにくいですよということですよね。使用上の注意としては、本商品は完全密封を保証するものではございません。状況によってはウェットシートが乾燥する場合がありますよと。まあ、特にね、使用後はしっかり蓋を閉めてください。当然ですよね。で、ファスナーは、曲げたり乱暴に開閉すると壊れるかもしれませんので、おやめください。はい。丁寧にやってくださいと。開け閉めはね。わかりました。それから、蓋と本体の間で指を挟まないように十分ご注意ください。痛い痛いってなる人があるかもしれませんね。それからコーティング素材の性質上、生地内内側のシワや傷が目立つ場合がありますが、ご了承ください。汗や水漏れ、摩擦等により色落ち、なんちゃらかんちゃらと。このあたりはいいですね。本来の用途以外に使用しないでくださいということでね。はい、注意を守りましょう。品名がウェットシートケース蓋付き L アウトドアテイストとなっています。品番が WEC の6。材質はね、ポリエステルとポリプロピレンということですね。全体のサイズは、縦が14センチ、横が18センチ。間違い 4.5 センチなので、間違うのがいいですよね。ということになります。はい、ジャンコード一応写しておきますね。はい、見えますかね。こんな感じになります。じゃあ早速ね、ちょっと開封しましょう。うん、いいですね。もうね、触った感じがこうザラザラしてるね。あの綿じゃないんだけど、ちょっと綿のような感じに感じるっていうのはね、すごく私は好きです。すべすべつるつるよりもね、こういうやつはこういうのがいいですね。でこれ待ちがいいですね。待ちがちゃんとこうついてると、ここですね、この部分ですね。見にくくてすいません。これがいいですね。はい、で、チャックは丁寧に開けてください。あ、このチャックの部分もこれがいいですね。なんかこうちょっと気の利いたね、ロープ、ガイロープみたいなものがついてる。ガイロープじゃないけどね、なんだろう。まあアウトドアテイストですね。内側はですね、確かになんかちょっとね、指で触ると外側のようなザラザラじゃなくて、ちょっとこうなんていうのかな、ナイロンコーティングしてるというか、なんかあの化学樹脂、プラスチック樹脂みたいなものを溶かして塗ってるというか、まあロウを塗ってるわけじゃないんでしょうけど、そんな感じのね、ちょっとだけこうツルツルツルまではいかないけどね。で、この開ける部分、ここ大事ですね。あ、いいですね。あ、これいいですね。ここから触れますね。
全然こう外側と内側は感じが違います。でここがねかなりねなんかこう難しいな表現するのってツルツルでね確かにこう水がね、蒸発しないようなここから漏れないんじゃないかなと思われるようなここなんかザラザラじゃないですか。ちょっとこう紙やすりで削ったようなね曇らせてるようなね 表面加工に対してこっちはツルツルのねそれがない感じでそのツルツルと同士でこうくっつけててパチンといく感じなのでこれいいですね。割と、いい作りではないかなと思います。簡単にねこう開いたりね押してないのに閉じたりするようなねちょっと大丈夫かこれみたいなのね嫌ですけどこれならね安心して使えそうだしこの閉じる部分にね細かいんですけど、2ミリか3ミリぐらいのね高さがあるんですね。ここにねこれでこっち側にも、その何壁が高さがありますのででその壁同士が、重なってますので、まあ、一層ね水の蒸発を防ぐような、作りになっているということです。はい、いいと思います。大きさね、ちょうど手のひらサイズ。まあ私手大きい方ですけどね。ぐらいの大きさかなと思いますね。L サイズです。はい。で、こっちも開けてみましょう。はい。2色展開。なんか感じいいですね。なんかいろいろ入れたくなりますね。こういうのあるとね。何かポケットがあって、ここから取り出したいようなものを入れるときにはいいんじゃないですかね。パッと思いつきませんけど。まあ、ウェットティッシュ以外には私には今思いつきませんけどね、いいかもしれません。じゃあね、ここに入れるものなんですけど、まあ、いろんなね、除菌シートとか使ってると思うんですけど、これはバローで買ってきたやつかな。まあ、50枚とか入っててね、ちょっとちっちゃいんですね。よく使うんですけど、まあ、便利なんですけど、これに入れるのはね、こんなのがいいかなと思って、特にまあアウトドアとかでね、使うんだったら、まあ、量は多い方がいいんですね。40枚。これだったらダイソーのやつですけどね。40枚入ったアルコールクリーニングワイプスって書いてますけどね。アウトドア用ウェットシート。まあ、アウトドア用っていうのはちょっと根拠はよくわかりませんけど、とにかく40枚入ってます。で、割と大きいね。手のひらよりは少し小さいぐらいですけど、大きいです。で、これも好きです。セリアのやつ。これはね、30枚。割と多いんですよ。なんかね、15枚とか20枚ってやつも結構あるんですけど、30枚入ってます。で、割と大きい。こっちとほぼ同じ大きさですね。だから量とその大きさ的にはね、この2つは私はおすすめです。あれですね、昨日もあの山に登ってね、山頂でちょっとあのクッカー使ってね、料理したりしたんですけど、やっぱりそういう時にね、あの汚れたものを持ち帰る時に、まあ、水とかないのでね、あっても貴重なので、ジャブジャブそこで洗うわけにいかないじゃないですか。ただね、もう本当にひどい汚れのまま何かに入れて持って帰ると、もう全体がぐちゃぐちゃになっちゃうのでね。せめてこういうもので、こう拭き取ってね、大まかな汚れは拭き取ってから持ち帰ると、帰ってからの、片付けも楽ですし、帰る途中でね、他のものを汚したりする確率も減りますし、まあそういうことでね、よく使います。ということでこれを入れてみたいと思います。入れ方はまず、さっき説明した通り、この、よいしょ、シールはまず、外してくださいと。もう使いませんから全部取ってくださいと。ということで外しましょう。硬いな。よいしょ。はい、外れました。ね。これも外しちゃうともう入れてしか使えないぞっていうね。そう宿命になりますけどね。はい。で入れてみます。割と大きいんですけど、どんな感じで入るでしょうか。ちょっとこう外側を内側に入れた方がいいかもしれないね。よいしょ、よいしょ。結構ね、ぎゅうぎゅうですこれ。入れると。あ、けどそうでもないか。そうでもないか。はい、入ればそうでもないです。入れば割とぴったりサイズです。ね、ただこの上に隙間がありますね。どうしよう、指半分ぐらいの長さのね、隙間がありますけど。ここをね、ちゃんと端まで止めといてやらないと、ここからね、蒸発しちゃいけない。こうなりました。で、開けてみます。はい、位置がずれてます。
そうですね、一番下まで入れるとちょっとずれるのかな。なので、まあ、一番下じゃないぞっていうところまでちょっとこう上にするとぴったりの場所に来ます。そうするとここから、はい、取れ出せました。で、パチンと。いいんじゃないですかね。見た目的にはね、まあこうやって持ち歩くよりもやっぱこうやって持ち歩く方がなんかこう感じいいのかなっていう気はしますね。まあ人それぞれ好き好きだと思いますけどね。はい、こっちも入れてみます。ということで、これも、もうこれは外しましょうと。一回外しちゃうともう使えないね。なんかね、端っこがきっちりとね、固定されているので、全面シールじゃなくて一部なんかくっついてるんでね、そこがちぎれちゃいますから。で、これも、アウトドア用を、じゃあなんか何か違うのかな。アウトドア用は弱酸性エタノール除菌剤になってますね。さっきのはちょっと違いましたね。まあ、もともと用途が少し違うので、ついてるね、薬液も違うと思いますけど、はい、こんな感じです。これも開けるとこれ入り口が、入り口ってここのね、窓がちっちゃいですね、もともとはね。けど、はい、無事に使えますね。はい、ということで、こちらもね、ちょうどぴったりの大きさで収まってていいんじゃないでしょうか。色が違っていればね、こっちがアウトドア用で、こっちは、なんだっけ、カーペットじゃないや、フローリングワイパーシートですね、正確にはね。フローリングワイパーシートということで、まあ確認しなくてもね、色の違いで分かりますので、まあ、使い分けることも可能かなということで、とっても良いのではないでしょうか。よかったらね、使ってみてください。税込み110円、格安です。なんかね、そのこのウェットシート、ウェットティッシュを入れる以外の方法でこんな使い方がいいんじゃないのっていうのがあればね、ぜひ、コメントで教えてください。よろしくお願いします。はい、視聴者の方からこちらね、何、おつまみ入れ、おやつ袋なんかそんなのにいいんじゃないかっていうことで、聞いてきました。まあ確かにね、これウェットティッシュの水分がね、なるべくこう蒸発しないような割とこうね、良い作りになってますので、逆に言うと外からのね、湿気もこう入りにくい、内側から外にも水を出さないということは、外側からも内側には割と湿気が入りにくいんではなかろうかということで、じゃあまあ乾き物みたいなね、おやつみたいなものどうかなということで、私が好きなおやつ、はい、買ってきました。この3つです。皆さんも知ってますかね、チーズアーモンド、それからマグロセロ、セロっていうんですかこれ、それから、粗挽きサラミソフトっていうね、こんな感じです。じゃあちょっとね、面白いので入れていこうと思います。まあ入れるときはね、まあ、当然こちらの方から適当に、じゃあザバザバと、ザバザバとね、粗挽きサラミとマグロセロは少なくとも全部入ります。はい、全部入りました。まあ、もうちょっとチーズアーモンド入れちゃいますか。はい、ということで結構大量に入りました。こんな感じです。で、まあこういうのをね、おつまみの時にはちょっとこう出してきて、お酒のお供というかね、まあ、ちょっと小腹が減った時のね、おやつ袋というかね、まあ、これならこうおやつが入ってるように見えませんもんね。まあまあ恥ずかしくないんじゃないですかね。で、開けて、でちょっとね、つまみながら閉めてということで、欲しいものがね、なかなかパッと出せないかもしれません。こんなにぎゅうぎゅうに詰めちゃうとね、そこはね、ちょっとまあ愛嬌です。こんな風にね、取り出せるので、あ、これいいんじゃないですかね。これ良さそうですね。まあ、おやつとバレずにおやつを持ち歩けるということで、こんな使い方もありじゃないかと思います。ではですね、前回のボトルを使って湯を沸かしていこうと思います。
かりこれが朝のルーチンになりましたね。 650cc 入るボトルです。前の動画でね、詳しくはやってますので、詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。はい、沸きましたね。紅茶を今日は何にしようかな。ストラスティーにしましょう。でね、これでほぼ満タンで650になりますね。なのでちょっとね、2つじゃ足りないかな。3つ入れた方がいいのかな。混ざっちゃうとちょっとあれだもんね。で、熱いじゃないですか、ここが。持てないんですよね。持てないことはないけどね、ちょっと熱いですよね。で、専用のね、ケースも売ってるんですけど、これ見えますかね、なんかモンターニュって書いてるのかな。これね、セリアで売ってるやつです。ドリンクボトルのね、ウォーターボトルのカバーなのかな。手のひらよりも少し小さいぐらいの大きさのねやつですね。はい、普段はねこんなことをしないので、ちょっと撮影用にやってるとね、普段と違うやり方をしちゃうのでこうなるんですけど、熱い熱いんですが、これをねここに入れます。ちょっと頑張ればね入ります。よいしょよいしょ、こういう感じですね。よいしょよいしょ、はい、こういう感じです。ちょっとこれ邪魔です。よいしょ、こういう感じでちょうどなんていうんですかね、ぴったりの、ぴったりですね、口のところまでね、ある感じになります。そこはこんな感じですね、見えるかな。はい、ということで、まあ、専用ケース買ってもいいんですけどね、まあ暑かったらこれも使えるし、これ入れるとね暑くないので、そこまでちょっとだけねこう緩和されるので、手で持っててもねあったかいって感じで、まずはね朝食の後ね、余った陽光に入れて紅茶とかなんか作ってね、でこんな風にして、まあ私の場合車通勤なんですけど、車に一緒に持っていくとねあったかいので、こう膝の上に置いてそのままね、運転したりしてます。ちょっとした湯たんぽ代わりになります。ということで、よかったらねこんな使い方もどうかなというご紹介でした。はい、先ほどこのボトルカバーにこのセリアのモンターニュのやつがいいですよっていうね、使えますよっていうお話をしたんですけど、視聴者さんからですね、もっといいものがあるということで教えていただいたので、そちらを買ってきました。はい、これです。バックル付きボトルカバー、セリアで110円で売ってるペットボトルカバーバックル付き 500ml というやつですね。はい、こんな風な感じになってまして、ここにバックルが付いてて外すことができます。ちょっと外していきますね。一応ジャンコードね、こんな感じになってます。はい。で、バックルっていうのはまあこういう感じで、ね、止められます。で、ちょっとこう伸縮性があるのでね、合成ゴムって書いてますね。素材が本体は合成ゴムとポリエステルということなので、そういう意味でかなりね伸縮性があって、まあ、これもあるんですけどね、それと比べてもね、ちょっとこう分厚くて、で何よりいいのはモンターニュと違ってですね、割と楽に入るんです。はい、こんな感じですね、楽に入ります。でこういう風にねバックルがあるので、まあ、どこにでもかけれるということで、まあ、カラビナもねいらないんじゃないかなとね。底面もねちょうど大きいので、まあ、これ非常にいいんじゃないですかね。つけた状態で外せますし、出し入れが非常に楽ということで教えていただきました。貴重な情報をありがとうございました。ね、私もこちらを使っていきたいと思います。
はい、ちょっとね撮影用に特殊なことしちゃったんで今少し漏れちゃいましたけど皆さんご注意ください。はい、ね、朝の温かい紅茶温まります。なんかねイルーシーというお店が近くにありませんっていうねご意見やっぱそうですよね。全国に150店舗ぐらいしかないということで、まあ、かなりね限られたエリアしかないんですけど、スリーコインズとかね300円ショップがもっともっとこう台頭してきて、皆さんのね、身近な場所でね入手できるようになればね、あるいはまた何でしょう、オンラインショップなんかでもね、まあ、送料がねあるのであれなんですけどね、ダイソーのオンラインショップはねなんか10個で1200円とか、なんかまとめ買いしかできないみたいなね、ちょっと詳しく見てないんですけど、私がちらっと見た限りはねそんな感じになってましたけど、まあその辺がねもう少しこう改善されるとね使い勝手良くなって利用する方も増えるんじゃないかなというふうには思いますけどね。はい、まあ100円ショップとはちょっと違うラインナップ、まあ、言ってもね、300円とか500円、1000円の商品もね、100円ショップでも扱ってる場合もありますのでね、ちょっと何とも言えないんですけど、なんかこう違いがね出てきて、もっともっとね利用しやすい魅力的な店舗展開をねしていただけたらいいかななんていうふうに思っております。はい、今回もねご視聴ありがとうございました。